本和西駅は北海道室蘭市本和西町一丁目市にある北海道旅客鉄道日本貨物鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は H33 当駅付近の地名より、室蘭港対岸の和西の地名は本来この地のことを指していたものである。島式ホーム一面二線を有する地上駅、ホームのない着発線も付設されている。駅舎は 駅構内北側にあり、ホームとは、湖泉橋で連絡している。無人駅である。2011年3月31日までは、北海道 JR サービスネットが業務を受託する、業務委託駅で、窓口は7時40分から11時30分まで営業していた。JR 貨物の駅では、2014年5月29日まで、専用線8着の車扱い貨物を取り扱っていた。 JXTG エネルギー、室蘭製造所へ続く専用線があり、鉄道による石油輸送の拠点となっていた。道内では1960年11月から、ゆるい輸送が始まり、本和西駅からは、札幌、旭川、帯広など旧拠点に向けて、1日最大級、往復していた。しかし、2000年度の149万トンをピークに、 2012年度には61万トンまで落ち込み JX 飛行日赤エネルギーがコストの安い単価及び機動性に優れたタンクローリーへの切り替えを決めたため道内で唯一残っていた札幌貨物ターミナル駅向けの石油輸送貨物列車も2014年5月29日をもって終了することになった 専用船の総本数は16本で総延長は 6.6km、タンク車の最大収容量は255両であった。当駅からは、下記の駅へ、石油類が発送されていた。2007年3月まで、萩野駅、1997年3月まで、島松駅、同年9月まで新旭川駅、2002年6月まで、茶市内駅、2012年5月まで、 帯広貨物駅、北旭川駅へも、石油を発送していた。また1993年まで、名寄駅、2001年3月まで、苗保駅への LP ガス輸送もあった。2010年度の1日平均乗車人数は36人であった。室蘭市統計所によると、貨物輸送実績の推移は、以下の通りであった。ありがとうございます。